和穂さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、フライトスコープのミーボを使って、はい、まあ、僕の、まあ、UTT ですね、はい、俺のマーベリックまあ前回動画出したと思うんですけど、はい、まあ、19度購入したんですね、はい、でシャフトを、まあ、アッタスアイアンの 10SX をちょっと、まあ、アイアンと一緒とですね、はい、入れていただいたんですけど、はい、でこれが、まあ、ちょっと前のラウンド動画で打ったらすぐ硬く感じたんですよ、はい、でバランス測ったら、まあ、D2.5 とか、はい、D3 ぐらいだったんで、まあ、ちょっと柔らかくするために鉛を貼って、D4 にしました、はい、でこれでどうなるのかと。で今日はこれを使って、まあまあその実際どうなんだみたいなところちょっとやっていきたいと思います。わかりました。じゃあ設定できたんで、これはハイブリッドの3倍になってるんだね。はい、まあ、振り心地がねちょっとうまくこういかないっていうことでなんか気持ち悪いなっていうので、はい、ちょっと打ちづらいなと思ったんですけど、またこれがダメだったらまたシャフト交換しないといけないんで、まあ、またいろいろ考えないといけないですね、はい、ここから打っていきたいと思います。こっちの方向でいいんだよね。鉄塔の若干左ぐらいを一応ミーボは向けちゃいましたけど、鉄塔の左ぐらいね、大丈夫ですか？ OK、 うん、OK です。じゃあ行きます。はい、うん、あ、鉄塔の左に最高の球ですね。いい球出ましたね。どうすか？223。おお、いいっすね。いいですね。いい、ちょっと、ま、ちょっと柔らかくなった。まっちゃんこれ本当ですか？うん、そんな D、 まあ、まあ、1.5 ポイント変わっただけでそんな違うんすね。鉛で言うとね、まあ、この大きさの鉛が、はい、ここ1枚とここ2枚貼ってるんですよ。あ、その後ろに貼ったのはなんか球の上がりを変えてるんですか？いや、適当に貼ったの適当ですか？貼るとここしかないなと思って。いや、僕和穂さんのユーティリティ何本かお借りしてるやつって、はい、この辺に貼ってるでしょ。そこに貼ってあるんですよ、はい、なんか意味あるのかなと思ったんですけど。適当っすもう一球打ちたいと思います。お願いします。いい球出たね。これもめちゃくちゃいい球。あれ急に打ちやすくなった。これも多分230ぐらいいったんじゃない？いってないっす217。スピン、さっきのちょっとドロー目だったんですかね。あ、まあ、スピン量はね、ちょっとスピン量増えましたね。スピン量はでもこれわからない、まあ合ってるかどうかちょっとね。あ、確かにシールとかちゃんとこう貼ってないですもんね。貼ってないんでわかんないですけど、まあ、飛距離の目安としては、はい、これは5番ウッドと20度のユーティリティとの間を取りたいから、はい、いい感じですね。おお、いいですね。これ220やろ。はい、ちょっと強めに振ります。じゃあティーアップとかせずに230ぐらい、うん、生かす感じで、下からでも生かす感じで、うん、これも最高。これも230ぐらいいったと思うよ。これはドゥルーの、そう、行ってないですね224。あ、でも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 ミート率見て 1.51 やばくないやばいですね。やばいね。 1.51、 あれちょっと使えるようになった。そういうことですか。バランス、まっちゃんまだボールある？ボール、あの D1 ってボールがありますよD1 かまあいい、あとでちょっと俺も1球ぐらいあると思うんで、じゃあちょっと軽めに210ぐらい打つ。 その2つのクラブの間だから、そう、結構抑えたりもしないといけないですね。そうそうそう、短く持って。おお、ちょっと左行っちゃった。210いってるぐらいだと思うんだけど。ああ、211。おーおー、すごいですね。感覚が合ってきましたね。感覚合ってるね。はい、いい感じになってきましたね。え、マジっすか。バランス大発見。 D2.5 でを D4 ぐらいまでした。そしたらちょっと硬いなって、シャフトが柔らかく、ちょっと柔らかくなって振りやすくなった、はい、恐ろしいですね。恐ろしいね。だって鉛で、それの鉛だと 1g、1.5g ぐらいですか。いや結構張って
ってるんじゃないですか。じゃあちょっと大きいやつですか。ちょっと分厚いっていうか、あ、まあ、板鉛で、はい、あのいつも、あ、じゃあ僕が使ってる鉛とかもじゃあついでに紹介しようかな。これ急にこの急に、まあ、こういう鉛でよく見るやつですね。345円、はい、こうやってハサミと一緒に入れてあるんで僕はいつも。あ、そういうことですね、はい、でこれをまあちょん切っていつも使ってるんですけど、まあでもそんなすごい重りをつけたわけじゃないですもんね。はい、まあ1点だから3、うん、ど、まあ、グラムで言うとちょっと分かんないんだけど、はい、いい感じになりましたね急に。昨日はちょっとこう右に行ったり左に行ったり、昨日はもうなんかさ玉硬くてかね、そうですよね、うん、いまいちだったんですけど、ちょっとあんまりちゃんとくっつけてなかったから鉛と比べないで芝が重なって入っちゃってもじゃああれワッフォーさんが鉛貼るときって、はい、洗ってから貼るんですもんね。あ、一応ね、はい、これ洗わなかったんで今買ったばっかりだったんで油断しましたね油断してたね油断してましたね。で、はい、今これ319度なんですけど、はい、ちょっと僕豪遊もシャフト交換して D4 にしてきたんで、あ、そちらもちょっと打ちたいと思うんで、はい、準備したいと思います。わかりました、はい、はい、じゃあ次は U の5でしたっけ。 U の5で24度です。はい、24度ですね。俺のマービックの鉛適当に貼ったんで、あ、同じ、まあ同じような感じですね。はい、はい、ぐちゃぐちゃです、浮いてますまた、まあ、また貼ればまた貼ればいいんだよ。でこれは、まあ、4番ですから、はい、まあ、200ぐらい195とか、はい、200ぐらいいけばまあいいかなと。でちなみに、はい、僕はスチールのやつをずっと使ってたんで、はい、長さが一緒です。長さ、あ、一緒なんですね。スチールと一緒でした。長いなと思ったら一緒だったもうこの時点で感覚がズレがズレですね。なんかスリアップライトだなと思って長いんだろうな長いんだろうなと思ったら違った結構ここにボール入ってる。あ、さっきのシール貼ったやつある。 あ、いいですね。ここでシール貼ったですね。ちゃんとシール向き合わせてるんですか。合わせました。じゃあ4U でま200、はい、200ぐらいいったらいいなってことですね。あとは振り心地、大事なのは、はい、距離よりも。おー、めちゃくちゃいい。これはちょっと、これはちょっと球軽くなるな。あ、そうなんですね。うん、188でしょ。あ、本当ですね。うん、球がね すごい軽くなった。それはでもその鉛貼って同じ D4 なんですよね。これ D4 なんだけど、はい、やっぱりシャフトが多分、うん、違うんだよ。短い分あれなんだろうね。 あれでこれでちょっとやっぱりあれでこれでスチールなんですね、うん、もう1球いきます。あー、これは軽いや、球がいい感じで振ってるんだけど。そうですね、あそこからもうちょっとこう捕まってきたら、うん、198、まあ今かなりいい感じで振って198 98で、ちょっと、はい、ボール買っちゃうんですけど、ほんまの D1 来ましたね。はい、 D1 でスチール、はい、打っていきたいと思います。こいつは信用あるわけよ。はあ、最高。195。ああ、まあまあ自分がやっぱり求めてる。そうなんですよ。で今の、まあ、ちょっとボールが違うから何とも言えないんですけど、はい、出玉がやっぱり低いんですよ、こっちの方が。ああ、そうなんですね。はい、スチールの方が出玉が低くて、あ、じゃあワッホーさんの中でちょっとアイアンチックにやっぱ打ってる部分そう部分があるんですね。スコーンと飛んでいく感じやん、さっきの。そうですね。だそれがちょっとね、ユーティリティはあんまり僕はもっと粘っこく来てくんないと。下からこううなり上げてる感じですもんね。そう、この感じが欲しいんですよ。197。ああ、やっぱりこいつはそのまま採用だ。まあでもその悩みが一つ減ってよかったですね。減ってよかったですね、はい。まあ、ちょっとこの豪遊はカーボンの方はうん、まあ使えなかったですけど、はい、ちょっとだけ場所変えて
まあ、あのこの三遊は結構良かったかなと。ああ、でもそうですね、バランス変えてでも良かったですね。うん、もっと重くてもいいよね。本当ですか、うん、そんな感じですか。もっと重くても、もっと重い方がこれも打てそう。ちょっと鉛貼ってみたらいいんじゃないですか。ちょっと貼ってみようか、後で。うん、やっぱいい感じなんだね。あ、合わせてなかった。あ、そうですね、お得意の、お得意の。じゃあちょっと鉛貼ってみるか。僕がいつもどうやって貼ってるのか皆さん見てもらおうかな。それ入れるの大変だったんですよね。なんでこれ袋に入れなきゃいけないんだと思ってたんですけど、ハサミを入れてるんだったら。そうなんですよ、ちょっと納得できましたね。そうなんですよ。まちゃん濡れてるタオルある？あります。こういうのを、まあ、本当はね、洗剤、中性洗剤とかでちゃちゃってやった方がいいんだけど、まあ、今日は別に剥がれたら足すだけだから。まあ結構鉛ありますもんね。新品で。そうそうそう。でこうやって、まあ、大体なんですよ。大体、はい、歯は大体こんくらいかなーなんて言って、大体できて。それだって何グラムか分かんないままやってるんですもんね。そうそう、気にしてたらダメだ、そんなの。で、まあ一体こっち2枚貼ってるか、こっちも2枚かなっつって。まあまあそっちの方がバランスが、うん。で、これで OK ですね。30秒、これでバランスが多分 0.5 ぐらい増えたんで。そうっすよね、だって3枚貼って 1.5 変わったってこと、はい、4.5 ぐらいだったね。どうですか、うん、はい、良くなりました。良くなったんですね。はい、ブヨンとくるようになりましたね。おお、はい、測れてないですね。測れてなくてもいいです。感じがいいんだよね。そうですね。で、まあ、こうやって完成もう本当に完成したら、はい、ただ叩くんですよ。こうやってたたくんですね。はい、あ、そうするとまあ馴染みますから ね、はい。でなんでこう1枚でっかく貼らないのかっていう理由あるんですよ。あ、そうなんですね。ベローンって、はい、こう小分けにし貼ってるのかっていうのは、はい、こうダメだった時に1枚ずつ剥がせるでしょ今度。あ、ちょっとやっぱり重いなと思ったらちょっと剥がして、はい、できるから小分けにして貼ってるんだよね。もうちゃんとそこまで計算してるんですね、うん。まあ、ならもうまあ言われなくても分かってるよって思うけどね、みんな。いや、みんな多分動画見ながらマジかよみたいな。なるほど、マジかよ、ちょっと聞いてーって。これなんで1枚ずつ貼るか知ってるって皆さん言ってると思いますよ。言ってんのかな。いや知らないよっつって。マジかよ。じゃあラフから一発最後の、うん、もうミーも関係ないですもんね。よし、鉄塔220。ちょっと軽いか、210ぐらい。でもいい感じで。いいですね。うん。あとになってきましたね。まあこんな感じでね。はい。鉛はやってるんですけど、まあちょっとマーベリック、これは良かったんで。はい。まあ一応これ入れて、クリークを抜いて、3番 UTT 抜いて、まあこれ入れて4番やんでね、今ね。あ、その下が。今の時期4、U 入れてないから。ああ、そういうことですね。うん、4番アイアン入れてるから、はい、4番アイアンでやりたいと思います。はい、まあ、こんな感じですね。そうですね、はい、よかったです。いや、まあ、よくなって本当よかったですね。これもちょっとダメだったら、これはちょっとお蔵入りですね。まあ、誰かにあげることはできないですけど。そうですね、まあそのシャフトがあるだけで、シャフトもらったんで、はい、まあ、なんか何かにまたこういろいろと、そうっすね、使えますから、使えるかもしれない。はい、まあ、そんな感じで皆さんもね、はい、まあ、鉛とか調整して、鉛の今日話したっけ。いや今日はあの、まあ、マーベリックね。マーベリックと、うん、まあ、ミーボが
そうだったよね、主役ですね、はい、そんな感じでやってもらえたらなと思います。はい、まっちゃん今日出番なかったけどいい？いやもう手はカッチカチですね、うん、カッチカチだよね。カメラ持ってる時って、うん、素手でずっと持ってるじゃないですか。そうですね、カッチカチですよ。もう終わった、もうちょっと打てないですね。わかりました。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。